お、下っ端 A。 もう A とか B とかつけるようになってたのか。はいはい、ストップ。この先僕たちスター団悪組チームセギンのアジト。セギン、そうそう、不法侵入とかさ勘弁してほしいわけ。ごめんね、帰ってくれないな、追い返さないといけないんだよ。あ、追い返せって言われてんのね。まあ入ってやりますけどね。あれもしかしてだけど、あんた見ず。そうだよ、スターダーに喧嘩売って指名手配中のやつら。 まあそのまさかですよ。そうかも。どうする？え、そうかもなんだ。正直すぎてちょっと、まあ、隠しても仕方ないしね。あんたが何者でも変えんな。さもなくば私に負けていきなよ。え、勝ちます。あんなマイキ踏みにじって思い知らせてやる。 やってみな。お、出たね。スターダの下っ端が勝負を仕掛けてきた。闇カラスか。以上。ちょっとじゃあ 効果抜群なのが分かりきってるけど。以上。あ、お疲れでーす。やったね。闇カラスちゃんもお疲れ様。勝っちゃったよ。お疲れ様でした。強くてさらに生意気。 頭抱えとる。あん、悔しい。 ドンマイだったね。あとは先輩よろしく。あ、こっちが先輩なのか。じゃあお疲れ様でした。お疲れ。みんなに伝えといてね、私が来たこと。どうすんだ？あの子最近入ったんだけど、かなり態度悪いんだよね。 悪いのか。はあ、いろいろあんだね、スターダーにも。僕は今からアジトに帰って仲間に連絡するよ。みんな総動員で襲ってくるからさ、逃げるなりなんなり頑張ってね。え、戦わないの？先輩は。お疲れ様でした。お疲れ。何その口のアングリしてるの、なんでだ。 見張りに対処できたか。まあレベル差が結構あったからね、ポケモンの。そこを根城にしてるのはスターダンの悪組チームセギン。ボスのピーニャはスターダンのまとめ役で BGM 担当。頭が切れるピーニャは先々国にも動じてないはず。あ、頭がいいんだ。 BGM 担当、楽器ができるのかな。タッパたちでこちらを消耗させてから襲ってくるだろうな。はいはいはい。計算高いタイプには正攻法で攻めるのがいい。ピーニャが現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していく。あ、もう。そんな力技なんだ、やっぱ。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。チームセギンに勝ち込んでくる。はーい。やったるか。お願いします。よし。ゴングが鳴った。お、校長も来てる。ピーガが、まぐれで他のチームに勝ったやつアジトに勝ち込んだけど、まぐれじゃないよ。スターダの力の見せ所です。侵入者を叩き出してあげましょう。お、やってみな。10分以内に俺たちのポケモン30匹。はいはいはい。ボスの手は煩わせないぜ。またレッツゴーか。はい。3、2、1。よしよし。いけ。よし。いけ。よし。お、あと1匹。終わる終わる。いけるいける。カノレ頑張れ。いけるよ。よしよしよし。フィニッシュ。やってやりました。俺たちじゃかなわないボスを呼んでくるんだ。お、お出まし。ドキドキ。うわ。あ、みんなこのなんか乗り物に乗ってんの？毎回。わあ、旗をなんかおしゃれだね。でもこうやって見ると。わあ、ノートパソコンいじってピーニャさん。うお、ド派手にやってくれるじゃん、侵入者こと水くん。まあまあね。僕はピーニャ。AKA DJ 悪事。まあ好きな方で呼んで。え？ピーニャさんって呼ぶわ。
早速だけどここで潰れてよ、レクイエム流すなからさえ、かっこいい。なんかさあパーティーのスタンバイ、永遠にチルアウトさせてやる。うおぉ、迎え撃つぜ。曲かっこいいな、このスターダンのやつ。おぉ、リズムに乗ってるね。スターダンのピーニャがショボを仕掛けてきた。ええー、負けてらんねえ。あ、なんか見たことあるこの子。よし、カルちゃん頑張ろう。スターダーに喧嘩をなんて君ってマジ命知らずだよ。どうかな。ツバメ返し、うい。結構食らうな。触りは OK、飛ばしていく侵入者。飛ばされんのか。よし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 。炎の渦に閉じ込めてやったぜ。いいよ、ダメージ受けたり。よしよしよし、耐えられるかな。うわあ、危ねえ。よし、いいね一匹目をね倒しました。ブロロロームか、これか。おうおう、僕のライブはこっから BPM 上げてくからさ、やばい、盛り上がってくる。うおー、でもおしゃれだね。ちょっとポケモン変えようかな。ちょっとコッペで挑もう。あ、レベル20なんだ。あのボスとかジムとかってレベル固定なんだな。なんか行く順番でレベルが変わるのかと勝手に思ってましたけど、そんなことないね。うわー、スピードスター突っ張り行こう。うい、素早いなこの子。どこが目なんだろうこの子の。ライトのとこかな。あ、でも全然削れてはないな。よいしょ、金属音。うい、うわー、下げられてる。いけるいけるいける。どうしようかな。突っ張りもう一回とこうかな。うわ、下げられる。またなんかミラーボールついてるのかこの子今回。よしよし、お、いいねいいね、削れてる。よし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 、いいよ、4回当たった。えらいえらい。じゃもう一回いけるんじゃないか。うわ、めちゃくちゃ下げられるの怖。攻撃食らったらいくかもしれん。よしよし、突っ張りでね削っていきましょう。よしよし、2回。よしよし、いいよ、もう一回いけるかな。あ、やばい、スピードスター来る。うえぇ、ダメか。じゃあちょっとカヌレ、カヌレ頑張ろっか。レベル的にはこっちのカヌレの方が低いけど、岩砕きでね。おお、今一つか、いける。おお、防御下がっていいよ。じゃあもう一回行こっか。うっ、やばいな。よいしょ、いけるよ。ちょっと入れ替えよっか、多分やられちゃうわこのままだと。マルプルに入れ替えよう。ありがとうカヌレ。よし、あともうちょいだからね、いけるいける。ういー、よいしょ、ローキックでいくか。うわー、下げられる。いけるよマルプル。よしありがとう、やったね。おお、ブロロローム倒れた。お、ピエニャさんの勝負に勝ちました。お疲れ様でした。よし、
まあこんなもんかな。がっくりしてるな。1年と数ヶ月も、おお、また過去編だ。お、まあこんなもんかな。どうしたの、ピーニャ。お、やっぱり可愛いね、なんかちっちゃい杖持ってる男の子。マジボスに相談されてたことがだいぶまとまってきたんだよ。相談なんのだよ。まずスター大作戦のこと、あとは団の掟だね。団の掟？最近仲間増えてるじゃん。だからルールっていうか掟が必要って話になってさ。まあ、まとめるにはあった方がいいかもね。え、ピーニャ君ならいいの思いつくんじゃない？いや、それ超プレッシャーだし。僕が反感買ってた理由は生徒会長してたから知ってるしょ。あ、生徒会長だったんだ。じゃ、ネモちゃんの前に生徒会長だったのか。バチバチにウザ校則作って生徒の反感買いまくったもんな。ははは。そんなんだったのか。すぐ違うやつに交代した。あ、そうなんだ。じゃあもう一人間に誰かいるんか。同意でござる。襟足の長さは3センチまで。おまか。正直うざさの極みでござ まあね、ちょっと細かいね。だったっしょ。だから僕が掟とか向いてるはずがないんだよ。でもさ、団員の面倒を見てるのって大体ピーニャじゃん。みんなピーニャ君を頼りにしてるし信頼してるよ。ああ、兄貴肌なんだ、やっぱ。根っからの。今のピーニャが考える掟だったら、俺も聞いてもいいと思うぜ。お、みんな信頼してるね。やっぱ仲いいんだね、このボスのみんな。はいはい、分かってよ。やるよ、やりますよって。あ、そんな感じだった。やれることは十分やったよね。自分で作った掟だし、潔く段を去るよ。ああ、売られた喧嘩は買うってやつね。ボスの証、団バッジをもらってくれ。おう、ありがとう。お、あ、今回は、ちゃんと握手してるわ。穏やかだ。ついでに、生かした技ま、技ま？ 技ましいね。イカ様。ありがとうございます。あ、これでパーティーもジエンドか。それにしても、急のポケモンみんなヤバすぎっしょ。ありがとう。それってアカデミーで習ったの？覚えさせた技とか育て方とかってさ。まあ、授業でも受けましたよ、ちゃんと。そうですね。うん、君ってアカデミー行ってて楽しかったりするの？え、楽しい、楽しい。ふん。ピーニャさんでも生徒会長してたぐらいだから、学校のことは別に嫌いじゃないんじゃないのかな。反感買ってたから嫌いになっちゃったのかな。あんたがピーニャか。お、校長。生かした髪型の飛び入りゲスト。ポケモンの技だとダメ押し的な。あんたと少し話したい。ああ。なんか面倒そうだけど暇になっちゃったし、OK だよ。優しい人だな。わかった、ストレートに聞こう。このままだとあんたたち全員退学処分になるんだろう。なぜスター団を解散してアカデミーに行かないんだ。ああ、それ確かに。そこ聞いちゃ、僕らは連れを待ってるだけ。帰ってくるかわかんないけど。え、誰かを待ってるの？連れ、大事な仲間か。スター団で一番強いボスさ。トレーナーで言うとトップチャンピオン。マジボスって呼ばれてる人待ってるってこと？みんなで団を作ろうって誘ってくれたマジボスって人。のマジボスは今どこに？それが分かれば苦労しない。1年半くらい連絡もつかない。ああ、だからずっと待ってるんだ。スター団を辞めずにいたら連絡来るかもって思ってたけどね。あ、それで守ってたのか、団を。先生たちは団を辞めろってうっさいし、君らみたいなの出てくるし。ああ、大切な人を待ってるだけなのか。むしろ見捨てられちゃったか。マジボス、団解散してあってたし。あ、解散しようって言ってたのか。マジボスやスター団がそんなに大事なの、大切なのか。そんなの当たり前っしょ。アカデミー的に言うと宝？ああ、大切な仲間なんだ。ピーニャさんすごくいい人そうだな、でも。おお、こんな感じか。なんか根っからの悪い人って感じじゃないけどね、みんな今んとこ。あ、カシオペア。ピーニャからボスの証、ダンバッジもらってるの？あ、もらいましたよ。
ピーニャさんとも知り合いかな。でも確かに。これでボスがいなくなったチームセギンは崩壊寸前。ピーニャ、あ、やっぱ知り合いなんだ。つまない、また考え事をしていた。約束の報酬、あ、ありがとう。LP ね。6000ももらっちゃった。増えてる。あ、技マシンもね。ありがとう。補給班に材料も、あ、ボタンくん来るんちゃう。ワクワク。あ、来た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 。どうも補給班です。おお、コライドンが。あげやす。うわ、なんなん？そうなるよな。うちのコライドンちゃんです。うわ、ベロベロしとるわ。ベロンベロンしとる。やめろって言われてる。助けて。メガネがもうびっちゃびちゃになってるわ、これ。あ、寝てる。よだれでベトベト。マジでなんなんあれ。一応ね、すごいポケモンです。いや、ある意味すごいけど。え、すごいか。結構突っ込み気質なのかな。かわいいね。ボタンくんね。忘れないうちに報酬ね。あ、ありがとう。もうちょっとお話ししていこうよ。名前ミズだよね。あ、そう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 。スターダスト大作戦戦闘班のミズから見て。あ、戦闘班なんだ私。今初めて知った。スター団ってどうなん？強い、それなり。あ、強いと思うよ。強いんじゃない？噂だとスター団って根っからの不良じゃないんだって。あ、そんな感じした。いい子そうだったよみんな。大半がいじめられていたり人付き合いが苦手なだけ。そんな連中が集まってスター団が結成された。うん。一人では立ち向かえないいじめに打ち勝つために。ああ、そういうことか。あ、これ生徒たちの SNS ハッキングして突き止めた情報。あ、 SNS からね。何でも5人のボスを集めて団を作った真の黒幕もいるとか。あ、マジボスのこと。喋りすぎた喉痛い。ああ、大切にしてくれ喉。残りの段のアジトも頑張って。あ、ありがとう。またね。よし。でも全然悪い子っていうか、なんか嫌な感じは今んとこ全然スターダーにしないけどね。もうちょっといろんなことを知ってくうちにわかるのかな。なんか足の速い子がいる。ちちちち、戦おう。あ、来たね、元トカゲだ。ちょっと捕まえちゃおっかな。わ、挑発されてるわ。よし、どうだい。お、やてててた。元トカゲ、コライドに似てるって言われてたやつね。大昔から人を背中に乗せていたらしい。1万年前の壁画に様子を描かれて。へえ、昔からいるポケモンなんだ。ドラゴンか。名前つけますか。どうしよっかな。よし、これはもう完全に仮面ライダーアクセルからつけました。よし、おお、結構大きいね、こうやって見ると。洗ってあげようね。ちょ、森蔵が手前ではしゃいでる。はいはいはい、チョコもね、元気いっぱいだねみんな。ちょ、邪魔だわみんな。よし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 。おお、かわいいかわいい。なんか目つきがちょっと鋭くてかわいいね。あ、眠い？みんな寝てるわ、いっぱい。お、いや、誰もいないと思って歌ってたのに。ごめんね、聞いてたわ。タクシードライバーの春彦、お疲れさんです。え、なにこの子。え、なに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 。あ、ブローロン。あ、この子が進化したやつが、あのボスたちが乗ってたやつ。あ、効果今一つか。うわぁ、強い。電光石火行こう。今一つか。
じゃあもう一回やっとくか。よし。よし。なんかアクセルの質感すごいね、皮膚の。なんか鱗が。見えるかな、みんなに。ね。ちょっとカルチャーに入れ替えようかな。よし、やったぜ。ブロロンってこの辺にいるのかな。お、拍手してくれてる。敗因は恥ずかしさだよ。恥を捨てよう。よ、海だ。なんかいろんな子がいるね、ここ。よいしょ。え、なにこの子。わ、砂場だ。砂場。電光石火しとく。効果がない。ゴーストかなんかかな。どうにか捕まりませんか。よし。お、入った。やった。後ろになんかいろんなポケモンが見えるな。あ、かわいい。よいしょ。ゴースト地面。スコップをなくすと木の枝などを代わりに刺し、新たなスコップが見つかるまで気を紛らわす。え、かわいい。砂場か。どうしよう。サラサラからサラサってつけようかな。もう何も考えてないけど、ちょっとボックスに入れようかな。かわいいね、でもこの子。いろんなポケモンがいるよ。そしてこれはなんだ。あれ、ちょっと待って、降りた方がいいかな、これ。こうして、あ、ダメか。後ろからじゃないとダメとかあるのかな、もしかして。よし、こうしてこれだといける？あ、いけた。おお、海ディグだって。こんななんだ、怖い。不意をつかれて動けないらしい。よし。よし、防御下げとこう。メタルクロー。また焚きつけられる。あ、当たらなかった。うー、よしよしよし。今一つだけど結構パンチあるね。わあ。よし。なんか可愛らしいけど、多分ちょっと育てはしないかな。水ポケモンがちょっとマルプルでも満足感あるんだよな、正直。え、ちょっと待って、なんかイルカみたいなのがいる。ちょっと待って、よいしょ。この子何。よいしょ。え、かわいい。お、カツミサユリ、こんななってんのよ。ナミイルカ。かわいい。怒りの前歯しとこうか。私後ろにいるんだ。かわいいね、このイルカの子。よいしょ。ね、ちょっと捕まえてみようかな。よいしょ。どうかな。お、来たね。なんかかわいいポケモンめちゃくちゃいるな、今回。無限に捕まえちゃう。天使のキス。ナミイルカ、イルカポケモン。尾びれの水のリングで仲間と遊ぶのが好き。超音波で生き物の気持ちを察知。これ普通にイルカだな、そのまま。かわいい。水のリングか。ごめん、リングって言ったから貞子しか思いつかなかったから貞尾にします。よいしょ。どうしよう。ちょっとでもボックスに一回入れとこうかな。めっちゃ可愛いポケモンが無限にいるんだけど。わあ、この人戦ったっけ。チュライ、チュライか。
落ち事中来、うわ現代の闇。ビジネスマンの人しか、でも目は輝いてるよ。え、なにこれ、鍵、ちょっと待って、これ何、クレッフィー、こんな子いるんだ、初めて見た。まだ野生では出会ったことないかも。いけ、お、いいよ。なんかこんなポケモンもいるんだね、面白いな。お疲れ、チュラすぎ、チュラいな、お仕事な。全然違う、そりゃそうよ。お、ちぎりが進化する。どうなるんだこっから。わ、ワイルド系だ、焼かれてる、焦げ目がついたね。あ、でもなんかお耳のところお花みたいで可愛い。可愛い、こんがりになったね。バウ、ん、バウってる。なんか相変わらずこの首の下のところモヒモヒ感いいな。可愛い。体から放つ良い香りが小麦の成長を助けるため農村で大切にされてきた。犬ポケモンなのは変わらず。いいね。かわいい。かつみさより洗ってあげたことないかも。洗ってあげようかな。じゃあ、洗わして。お、わあ、かわいい。かわいいわ。あ、うれしそう。いいね。子供さんは？子供さんはあれ？ごめんごめん。守られてる。ちょ、洗わして、後ろの子も。洗えないのか。親御さんしか洗えない。ちょっともう一回洗わして。あ、ダメだわ。親しか洗えないんだ。よいしょ。うわ、かわいい。うわぁ。で、ちぎりも、でっか、ちぎり。こんな大きくなって、うわぁ、かわいい。なんか夕暮れが似合うね、こうやって見ると。かつみさゆりが。見守ってるわ。いや、かわいい。うわぁ、わぁわぁ、すご。もう顔見えなくなっちゃったわ。威嚇してない？ちぎりに。よいしょ、かつみさゆり、よいしょ、泡食べてるじゃんもうこれ、よしよしよし、うわ、かわいい、かわいすぎる、いいね。お、来たぞ、発光シティ、すごい、でも景色いいな。その前に回復してこう、よしよし。なんかすごいかっこいいお姉さん。よいしょ。ここから北はメインストリート。電光掲示板に囲まれた道は発光ならではのビジュアルさ。わ、かっこいい。いいね。うわ、おしゃれな街だ。バトルコート、ジム、行きたいところ、なんかみんな、賑やかね。うわ、おしゃれ。あ、これパン屋さん？入ろう入ろう。よし。まとめ買いしとくか。ちょ、迷子になる、迷子になる、これ。うわ、なんかいろんなお店がある。うわーうわー、都会だ。うわー、すげえ。都会の女感出して写真撮っとくか。よいしょ。いいね。どの辺がいい？うわ。
いいね、勝美さんよりもうはしゃぎだわ。あ、なんか可愛い看板がある。何これ、え、電光掲示板かなんかか、これ。あ、おしゃれ。あ、ジムリーダーさんだ。え、撮りたい撮りたい、ここで。え、いいなこれ。ちょっと待って、撮らせて撮らせて、ちょっと待って。あ、来た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 、よしよしよし、楽しすぎるこれ。いろんなお店がある。ここ何？わ、おしゃれ。はいはいはい、カバン屋さん。あ、スニーカーとかあるんだ。あ、お金高っ。ちょっと待って、高すぎるだろ、高すぎる高すぎる。お、かわいい、かわいいけどお金なさすぎるわこれ、たっか。帽子はつけれないもんね。ちょちょちょ、待って待って、見せて。わあ、うわあ、うわあうわあ、買いたいものがないかも。高っ。ちょっとまだ私には早いかな、この街は。ちょっとお店がいっぱいある。なんだこれ、ジムマン。あ、ここか、ジム。ちょっとジムに行くまで行きたいところが多すぎるな。あ、靴下だ、入ろう。